みなさんこんにちは。この間はドルドルバケツとトラックとパーキングケースのお片付けを紹介したんだけど、次はこのお片付けです。ビッグお片付けパトカーです。これにもなんとカードが1枚入っています。10台片付けられます。開け方はここにスイッチがあるでしょ。それをこうやるとここが開きます。おお、ここが開いて、壊れた時はこうやって、ここを開けるときは離します。そして10台片付けられます。ここに3台入ります。次ここにあれでしょうか。本当に10台買ったのに作れる。できました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、本当に10台だね。決めるととか戻ります。こうやって遊べるよ。カイトンが言ったこのトラックと同じです。形は違うけどね。前はここが開くようになったじゃん。だけど、こういう風にね。だけど、前にボタンがついてる。だけど、だから、ね、違うね。でっかいパトカーの中に、ちっちゃいパトカー救急車と消防車が入っています。あ、ここはとにかくいい安否でもらったやつです。これはね、前からね、こうなります。ウォーター側もこうなる。これはここが開くのね。これは、はしごが伸びます。これは、自動のドアが開きます。これは、ハイパーレスキュー隊の車です。ケンタは、大きくなったらこれになりたいです。次は、スーパーアンビランスはこのやつが開きます。これはどこも開きません。ここにもあります。救急車も同じく後ろが開くのはさっきと同じです。ライト違うけど。これは後ろのドア開きます。最後はこれです。ドアが開きます。じゃあ、こたつくましょうか。
10台片付けれました。今日はトミカのお片付けの片付けパトカーを紹介しました。みんなもお片付け遊んでお片付けしてみてね。バイバイ、また見てね。じゃあ、じゃんけんいくよ。最初はグー、じゃんけんグー。みんな僕に勝ったかな。また次の動画も楽しんでね。バイバイ、また見てね。じゃんけん。